スイカゲームマイクラモード作ったよ。マイクラモード、なんか楽しそうだな。やらせてもらおう。これはマイクラの草ブロックか。適当に落としておくか。次は銅か。銅って使い道あんまないよね。今度は金か。じゃあ金は右に置いておこう。なんか砕けちゃったんだけど。金ってしょぼいからね。だからってかけらになられたら困るよ。右の金のかけらが邪魔になっちゃってんな。次はまた草ブロックか。じゃあこれで進化だ。炭になったぞ。じゃあこの調子でどんどん進化させてこう。お、鉄同士で進化させれそうだ。これで金になるのね。落ちた衝撃がなければ金は砕けないのね。だいぶ順調に進化させれてるぞ。鉄は真ん中にでも置いとこうか。炭砕けたんだけど。そりゃ鉄なんて硬いものぶつけたら炭砕けるでしょう。いろんなもの砕けて大変だ。金が来ちゃったよ。砕けちゃうよ。だけど金同士くっつけれれば大丈夫かなって。ぶつかっちゃってる。落とす位置完全にミスしちゃったよ。そしてまた金が出てきたよ。もう金に金くっつけれなさそうだから、左は金の墓場にしておこう。また金かよ。何回連続で金来るんだよ。左が大変なことになっちゃってる。だけど右はいい感じに育てられてるぞ。そしてこの炭で一気に進化だ。草飛んでゲームオーバー。最悪かよ。チャンネル登録よろしくお願いします。